どうも斉藤真一です、いよいよ第6回でございます、書きあぐねている人のための小説入門保坂和志さんでございます。第6回、はい、今日はですね第6章ということでストーリーとは何かということですね、私にとって面白い小説とはですね、最初の1行読んだら次の行も読みたい、でまた次の行も読みたい、どんどん読みたくなって、最後までつながっていって気がついたら、読み終わってたみたいな、そんな小説のことだとおっしゃってるんですけれども、まあ大体皆さんそうですよね、そういう小説が面白いと思うと思いますけれどもね。で、ストーリーを作るのはものすごく難しいとおっしゃっております。はい。で、理由の一つはですね、輪郭のはっきりとしたストーリーというものは出尽くしてしまってるからだと。ね、輪郭のはっきりとしたストーリーとは口頭で伝えることができるということですね、もう口でバーッと言った話でも伝わる、それが輪郭のはっきりしたストーリーということだということですね。で、あらゆる物語のパターンはですね、まあまあもう旧約聖書ですね、旧約聖書の中にあるとおっしゃってます。まあ旧約聖書に限らなくても、まあまあギリシャ神話とかですね、そういうもう昔からあるお話の中に、まあほぼほぼパターンはあるんじゃないかなというふうには思いますよね。確かに、はい。で、野球もですね、また野球の話、もう野球が好きなんですね、保坂さんはね、野球もストーリーのある小説も次に何が起こるか分かるから楽しめると言ってるんですね。よく野球のアナウンサーとか実況のアナウンサーとかがですね、ね、野球は何が起こるか分からない筋書きのないドラマとかね、よく言いますと言いますけども、保坂さん曰くそんなことはねえと、そんなことはねえよとおっしゃってます。野球は何が起こるかわからないと言うけれども、例えば9回の裏2アウトランナー満塁、ね、この後ピッチャーがどうする、抑えるか抑えられないか、どっちかしかないでしょう、何が起こるか大体予想の範囲内ですよ、まあ、確かにそうですよね、で保坂さん曰くですね、もしねここでね、9回の裏2アウトランナー満塁、ピッチャー包丁持ってマグロをさばきましたってやったらこれは確かに何が起こるか分からない、あ、そんな展開もあったのってなりますけれども、まあまあ大体ねそんなことはないんで、抑えるか打たれるかのどっちかでしょっていうことですよね、はい。で、そういうね結局何が起こるか分かるから面白い、予想の範囲内だから面白い、それを逸脱すると感想の前に、感想が出てくる前にハテナハテナハテナがクエスチョンマークが出てくる、うん、何だったんだという疑問しか出てこないとおっしゃってるんですね、はい。で、小説を書くというのはですね、問題を解くことと同義だとおっしゃっております、はい。小説の一つの理想はですね、最初に、解決不可能と思える問題を提示してですね、それを解くことにあると、はい。作者にとって小説を書くとは問題を解くこととイコールになるとおっしゃっております、はい。で、保坂さんの言ってることにですね、若干ねここまで読んでてね気づくことがあります、皆さんも買っていただいてね読んだら分かります。ここまで来て気づくことがあります。歯切れが悪いとどうも歯切れが悪いんですね。で、ここで、ちょうどね真ん中あたり、章の真ん中あたりでですね、保坂さんがこう書かれております。私の言うことがどうもフラフラしている理由は私自身がストーリー小説を書かないからだろうというね、もう正直に白状されてます。そうです、保坂先生自体ですね、そんなにストーリー性のある話はあんまり書かない方なんで、どうしてもこのストーリーとは何かというところでちょっとね、おどおどされてるなというふうに思うんですけれども、まあ、保坂さんなりのですねストーリーの重要性、ストーリーとは何かというのをこれからも提示ね、されてるんで面白いんです、それがね。で、例えばなんですけれども、田中小見正さんのですねポロポロっていう小説集があるんですけれども、を読んだと。で、これは連作の短編なんですけれども、まあ、ほぼほぼ中国先生の話で、地普通にかかって下痢したんだよとかっていう話とかですね、まあまあ書いてます。大体内容はそんなもんですけれども、ストーリーがほぼほぼないんだそうです、で書いてる本人がですねこう書くと嘘になるとか、こういう言葉で覚えたんだけどこの言葉は本当に適切なんだろうかとかね、いちいちこうその信憑性について、自分の書いたことの信憑性について疑うらしいんです。で、そのつまずくつきがこうあるから読者が宙ぶらりんの状態になると。で、この宙ぶりの状態イコールサスペンスですよね、となると、だから面白かったらしいんですよね。先を読みたいと思う作品もいいんですけれども、
終わりなんて意識せずにですね、ずっと読み続けたいと思わせる作品の中にも名作はあるとおっしゃってます。早く読み終わりたいじゃなくてですね、いつまでもこの小説じゃない、この小説、まあ小説ですよね、この小説を読んでいたい、この本を読んでいたいと思わせるのも名作だとおっしゃってるんですね。はい。で、ベケットという小説家いるんですけれども、ベケットを読む楽しさと苦痛というのを紹介されています。モロイ、マロウンは死ぬ、名付け得ぬものの長編3部作があるらしいんですけれども、これはですね、20世紀文学の中の反文学の極北だとされてるらしいんですね。でこれはですね、もうベケット本人も書くのがしんどすぎて、もう嫌だとなったらしいです。で途中で気晴らしになるために、五道を待ちながらって有名なね、戯曲がありますけれども、あれをもう気晴らしに書いてたらしいですそれぐらい書いててつらかった。なぜ書いててつらかったかというと、まさにストーリーが全くなかったらしいんですね。あまりのストーリーのなさに、もうほんまに書いてる本人もしんどかったらしいんです。じゃあなぜそんなことするのかと思うんですけれども、で保坂さんもですね、これを読んでるとですね、あまりのストーリーのなさにもう関心が完全に凍結してしまうらしいんですよ。もうこれ以上読めない、でもほったらかしてわーっとなるらしいんです。でも 2,3 日ぐらいするとまたちょっと読みたいなと思ってまた読む、また関心が凍結する、ストーリーないですから、でまたもうまた読もうっていう繰り返しで、読めたらしいんですけれどね。でね、ここで僕気づいたんですね。ストーリーのないものがいいとか、自分もストーリーのないものを書きたい、即興性がいい、運動性がいいねとおっしゃってるこの保坂さんはですね、分かったんです。漫才師でいうとアンタッチャブルさんなんですよ。ちょっと漫才見ない方からしたらごめんなさい、分からない話になると思います。アンタッチャブルさんっていうね、まあ面白い、漫才コンビの2人がいるんですけれども、この方々はですね、もう台本という台本ないらしいんですよ。昔台本書いた時ももう4行やったらしいんですよ。4行ぐらい台本書いて、今日このネタね、ポンっていう感じで、だからまあまあ受け取りそうなボケは4つぐらいは決まってるんですけど、あとはもう全部フリーなんですよ。それは未だにそうらしいんです。未だにだからアンタッチャブルさんのね、テレビでやってるネタ、大体今のネタってね、きっちりこう最初から最後までもうファンだったら覚えられるぐらいのネタなんですけれども、アンタッチャブルさんの場合はですね、やるたびに違うんです。まあ核となるボケは一緒なんですけども、もうそこのそれ以外のボケとかくすぐりとかはもうその場で思いついて、ザキヤマさんがもう適当にやってるんだろうなっていう、で柴田さんがまたそれに応えてバーッと笑いを生んでるっていう、あの感じに近いんじゃないかな、保坂さんはというふうに思います。だから小説界のアンタッチャブルさんだと私は思うことにしました。はい。で、保坂さんはですね、何度でも書き直しをするんだそうです。過去に50枚書いてから捨てたりだとか、100枚書いてから捨てたりしたことがあるんだそうです。で、カンバセーションピースっていう、ね、作品ではですね、なんと170枚まで書いた段階でダメだーと言って捨てたらしいんですよ。陶芸家みたいなもんですよ、こんなのダメだーっていう、で、いやいや、そんなやり方保坂さんやってられないですよと、ね、思うでしょうけれども、ちょっと待ってほしいと、ね、まだ小説家としてデビューしてないあなた、ね、あなた、ね、今のあなたたちのやり方をしていて、自分の小説が商業誌に掲載されましたかって、ね、せっかく書いたんだからと、ね、自分の書いたものを大事にしてですよ、それが商業出版に結びつきましたかって、結びついてないでしょって言ってるわけです。はい。小説家になって小説を書き続けるんだとしたら、100枚や200枚の原稿ぐらいいくらでも書けると思えなければダメだとおっしゃっております。はい。仮に1枚3枚ずつ書くとして、これよく言われますね、1日に3枚書くとしてですよ、1年365日でざっと1000枚のね、書けますよね。で、それを10年続ければ1万枚になってしまうと、書くというのはそれぐらいのことなのですと、ね、プレーンソングはですね、デビュー作なんですけど、保坂さんのプレーンソングは、ある晩不意に思い立って書き出したものだけれども、多分その時に何かを掴んだんだろうとおっしゃっております。で、デビュー作というのはきっとそういうものなので、ね、デビュー作となりうる小説は何度も何度も書き直したりしないで出来上がるものなのかもしれないということなんですよね。はい。というわけでこの6章は終わりです。このね、ストーリーとは何かということに関しては保坂さんはすごくふがふがしてます終始ふがふがしながら、書いてる章だなと思いましたけれども、何かね、参考になることはあったと思います。あまりね、自分の書いた作品を大事に大事にしないっていうのは僕はちょっと心に留めようと思いました。ね、いつまでもそこにこだわってるんじゃなくて、
いつだって小説なんか100枚200枚書けますよというスタンスでいないと小説家なんか続けられないよというふうにおっしゃっておりますのでね、ぜひその言葉を胸に皆さん頑張っていきましょう。さあというわけでですね、今日で第6章終わりました。いよいよ次回が最後でございます。小説、書きはぐねている人のための小説入門、今日はご紹介いたしました。あと1回です。楽しみにしておいてください。どうもありがとうございました。